2013年のモザイクフェスに出てから3年が経ってるんですけれども、その間に僕らはですね、フルアルバム、The Flowers of Romance を2015年7月にリリースしまして、新曲も増えてますし、さらにそのライブアレンジっていうのも、以前よりも、進化したっていうところで、いろんな、新しい表現をしていると思います。5月20日エスプラネードリサイタルスタジオにてライブやりますので、ぜひ来てください。